スーザは、イタリア共和国ピエモンテ州トリノ県にある、人口約六千四百人の基礎自治体、バルディスーザの中央部に位置する、古代ローマ以前に遡る歴史を持つ都市で、中世の歴史家、ルドルフ・スグラベルは、アルプスで最も古い都市と記している。古代ローマ時代には、セグシウムと呼ばれ、アルペスコッテアへ属州の主婦であった。十一世紀、トリノ辺境白を継いだアデライでは、 スーザに本拠を移し、サボヤ博、夫をねと結婚するが、これは、サボヤ家が、北、イタリアに勢力を伸ばす契機となった。スサは、イタリア語、ピエモンテ語での名称である。これ以外の言語では、以下の名称を持つ。トリノ県西部、バルディスーザに位置するコムーネで、渓谷の名の元になった集落である。県と、州とトリノの西約53キロメートルに位置する。 鳥の県外リアクズ、バルディスーザ地図隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、以下の通り、バルディスーザの谷筋を作るドーラリッパーリア側に、北からチェニスキア側が合流する、チェニスキア川流域を、バルチェニスキアという、アウグストゥスの外専門この都市がいつ、誰によって築かれたかを特定するのは困難である。リグリア人や、その後紀元前5 0 0年頃に入ってきた、カリア人が、 元々の住人と合流したと考えられている。紀元前1世紀末、ユリウスカイサルは、リグリア人の王、ドヌスと戦い、後に和役を結んで、この地は古代ローマの支配のもとに組み込まれた。ローマと地元の人々との良好な関係は、紀元8年から9年にかけて建設された、アウグストゥスの外線門の建設に象徴されている。この都市は、セグシウムと呼ばれ、 アルペスコテアへ属州の主婦となった。3世紀には都市の周りに城壁が巡らされたが、312年にコンスタンティヌス一世の軍勢に包囲された際に焼かれている西ローマ帝国の滅亡によりセグシウムは衰退した。中世から近代にかけてスーザは南フランスと北イタリアを結ぶ交通路の要衝として依然として重要な役割を担った。 1029年には、スーザの大聖堂が築かれた。鳥の辺境白を1034年に継いだ女白。アデライデは、首都をトリノから、スーザに移したと言われ、スーザ女白などとも呼ばれる。アルドゥイン家の最後の一人であるアデライデは、生涯に三人の夫を持ったが、1046年に、結婚した最後の夫が、サボヤ家の夫姉である。夫姉は、 積極的にピエモンテに勢力を伸ばしてその大半を主中にし、後年イタリア王家となる。サボイア家が北、イタリアに勢力を伸ばす契機を作ることとなる。アベライでは、オットーネの死の後は息子たちの摂生として振る舞い、オットーネとの間の長女ベルタを神聖ローマ皇帝、ハインリヒ四世に嫁がせ、1091年に没するまで牽制を振るった。19世紀初頭。 ナポレオン・ボナパルトは、モンスニ・ト越えゲゴへの交通路を整備し、新たな街道を開いた。ナポレオンは、スーザに都市の核を与えた、広域行政組織である、山岳部共同体、バル・スーザへ、バル・サンゴーネ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。スーザには、以下の分離集落がある、キャスタル・ピーネーラ、コール・デ・マソ、サン・ジュリアーノ、トラデューリビ、 ローマ時代の水道の遺跡、町の中心にあるサボイア広場は古代都市の上に作られており、ローマ時代の遺跡を見ることができる。主狼を持つデバルトロメの館は中世の姿を留めている。ありがとうございます。